この水平器ですね。これめちゃくちゃいかついですね。この商品に関しては、こう横から挟めるっていうのが一番の特徴で。まだ何か新商品があったりしますか？ありますよ。この水平器ですね。これめちゃくちゃいかついですね。めちゃくちゃものかっこいいんですか？めっちゃかっこいいですね。これはこっちでもかけれるし、こっちでもかけれるしってことですか？はい、そうですね。両側で一応かけれるような。だからカラビナとセーフティーコードでかけれるように、はい。ああ、落下防止もできるし、はい、この腰道具にカチャンとできると。で、さらにこれは45度も見れるんですね。はい。これ、あれですね、持った感覚もいいですね。そうですね。アルミの削り出しなんで、はい、だいぶアルミにしてはだいぶ重くなります。お、はい。ってことは、錆びにくいんでしょうね、アルミやから。そうですね、表面処理もしてるので、はい、特に錆びにくくはなってますね。この、あれですか、水の色はフジヤカラーのオレンジってことですか？そうですね。お、いいですね。黒金で高級感があって、かっこいいです。あとは、何が出ました？あとはこれですね。お、今巷で流行りの全ネジレンチ。はいはいはい。これはあれですね、よく見るのと違った形ですけど。そうですね。どう違うんですかね。これはずん切りボルトをこう通常だったらこう下から挟むんですけども、はいはい、この商品に関してはこう横から挟めるっていうのが一番の特徴で。要するにあれですね、例えばレール、ずん切りレールみたいな障害物がある時でも、そうですね、真ん中バサミができる、はい、っていうのですごい便利な商品になってますね。さらにこれこう曲げれるからね、ここのピッチが狭いとこでも使いやすいですね。はい、そうですね。で、なんかこの黒金は握りやすいって聞きました。それはもう持った人がそう思っていただいたら、はい、嬉しいですね。ぜひ一押しなんでね、はい、使ってみてほしいですね。あ、これも僕のチャンネルではまだ紹介してないですわ。黒金ビット。そうですね。これ5本入りと2個入りの違いですか？そうですね、5本入りと。あとはあれですね、2だったり。そうですね、1だったり。サイズの違いだけで。おお、かっこいいですね。はい。あと、新しい、これですね。そうですね。これはあれですね、マスターニキがずっと作ってくれと言ってた。そうですね、要望が非常に多かった商品だったので、ね。これ、主に電工資源でね、流行ったやつなんですけど。あ、そうですね。今は現場作業でも腰道具にね、刺しやすいということ で、藤谷さんには刺さるんですかね？あ、刺さります。それに刺さりますね。うん、圧着とか、お、おお、こういうのが、こういうところに入れれると。どうしても、これだったらね、そうなんですよ。便利なんですけど、ここには刺さらないから。ただ、これの刺す入れ物も今は発売してるので。今日はないんですか？これか。それですね。おお、これがここに入れれると。はい。で、まぁ、ちょっとしたビット入れたりもできるんですか？そうですね。小物とか入れれるように一応制作はしてます、ね、はい。そう考えたらあれですね、この柵もだいぶ増えました。そうですね。ラインナップ的にビスカップとか。はい。まあそういう。これね。ビスカップとか。はい。で、腰袋で。はい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 。あ、それがこれですね。そうですね。こういう風になるよということで。あ、これも売ってるんですか？そうですね。サスペンダーも。でここのサポートベルトも。あ、これも黒金ですか、はい。じゃあもう黒金で一式揃えれるよってことですね。そうですね。これももう販売してるんですか？それは非売品なんです、はい、非売品ですね。なんかこれ前ライブの時発売してほしいという要望ありましたもんね。そうです ね要望はかけてるとやっぱり多いです、ね、はいはいはい。シャツも非売品でしょ？シャツも非売品なんです。結構ね、黒金ファン多いんで、またそういうのも出していってもらえたら面白いなと思います。はい。これはまだ違うサイズは出てないんですね。あ、そうですね。また近々ラインナップは展開する予定には。ああ、これも結構要望が多かったです。はい。13とか10とか。そうですね。やっぱり下のサイズがやっぱり要望としては上がってたので。はい。またお願いします。はい。じゃあ最後にいつもの純也さんでした。ありがとうございます。職人さんに向けてなんかメッセージなどあればお願いします。そうですね。クロキンシリーズもだんだんラインナップがこう増えてきましたので。まあ皆さん喜んで使われるようなこれからも作っていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。純也さんでした。ありがとうございました。はい、次はね、スーパーツールさんに来ました。1本で5サイズ対応できるラチェットレンチとなりまして、はい、このラチェット式っていうの面白そうですね。ラチェット式めちゃくちゃいいですね。とりあえず面白くしたいです。
電気屋を。